私は光を握っている、おばあちゃんの大好きな詩。茶色くこれからここでお世話になるものえいたんですか、隠し子。古い知り合いの娘だよ。どうなさいましたか？何でもさせてもらえるとか思わないでください。みおちゃんはさ、話せないんじゃなくて話さないんだよ。そうすることで自分を守ってるんだよ。それ最高です。ご飯行こう。ちゃんと生きてますか？犯罪ですよ。ここなくなるんだよ。形のあるものはいつかは姿を消してしまうけれど、言葉だけはずっと残る。ちゃんとしなさい。最後までやりきりましょう。どう終わるかって多分大事だから。私は光を握っている。